はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はファイナルミキサーに関してのまとめ、準備するべきことを解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずファイナルミキサーとは何かというと、一人の S ランク選手を別の S ランク選手に変換できるミキサーのことです。ミキサーの種類は3種類用意されており、ランダムな S ランク選手に変換される S ランクファイナルランダムミキサー、投入した選手と同じポジションの選手が出てくる S ランクファイナルポジションミキサー、投入した選手と同一チームの選手が出てくる S ランクファイナルチームミキサーが用意されています。ミキサーはどれをやっても1回とカウントし、合計5回まで可能となっています。ということでポイント解説の方に移っていきます。ポイント1つ目、開催期間に関してです。ファイナルミキサーは2月28日から開催となっており、グランドオープンの3月23日まで開催されています。2月28日にミキサーができれば早めに育成が開始できますので、お得だと言えるでしょう。続いてポイント2つ目、ミキサー開始までに準備するべきことに関してです。ファイナルミキサーはレベルマックスの選手しか投入できないため、レベルマックスの選手を5人用意する必要性があります。ここで注意してほしいのが、投入した選手はレベル1で帰ってくることです。12月に開催されたプロスピ交換会の方では、交換された選手をそのまま次の提出に使うことができましたが、ファイナルミキサーではレベルマックスの選手しか投入できないため、同じようなことはできないでしょう。しっかりとレベルマックスの選手を5人用意してください。続いてポイント3つ目、ミキサーで引き継がれる能力に関してです。ざっとまとめると、引き継がれるのが限界突破回数、特訓レベル、特殊能力レベル、逆に引き継がれないのが称号、特殊、スピリッツ解放の上昇値となっています。例えばこの伊能選手をミキサーにかけた場合、限界突破回数5回、特訓レベル3、選手レベル1の選手がミキサーから出てきます。使わなくなった無駄に限界突破してある選手をミキサーに投入するのもありだと言えるでしょう。同一ポジションミキサーであれば先発の選手、同一チームミキサーであれば DNA の選手がその状態で手に入るため、かなりお得なミキサーをすることが可能となっています。続いてポイント4つ目、おすすめのミキサーに関してです。紹介している通り、3種類のミキサーの中から好きなミキサーを選択できますが、基本的には S ランクファイナルポジションミキサー、 S ランクファイナルチームミキサーのどちらかをおすすめしています。本来自チーム確定とそうでないミキサーでは S ランク選手2人分の価値の差があるため、 S ランクファイナルランダムミキサーをやるのはもったいないと言えるでしょう。 S ランクファイナルポジションミキサーに関してはチームミキサー同様、ある程度狙いの選手が絞れるため、チームミキサーと同じだけの価値はあると思います。続いてポイント5つ目、ポイント2の応用となりますが、欲しい選手が多い球団、もしくは欲しい選手が多いポジションのいらない S ランク選手を育成しておきましょう。自分の狙いのミキサーを5回回すことでいい結果が期待しやすくなりますので、余裕のある方は準備しておくのがいいと思います。ちなみに自分はこの時期はリーグオーダーの更新は期待できないため、純正強化用に5人の DNA の S ランク選手をレベルマックスにしておき、5回とも S ランクファイナルチームミキサーを回す予定です。続いては実際にファイナルミキサーにかける選手を紹介していきます。まず1人目が先ほども軽く触れましたが、伊能選手。伊能選手は現在巨人により、限界突破も5回してあるということでファイナルミキサーにかけようと思います。限界突破を5回してあるということで即戦力に期待ができるでしょう。続いて2人目が高木豊選手。 OB 選手の輩出は通常選手と比べて少なく、高木豊選手が今後いつ登場するかもわからないので、かけていこうと思っています。基本的には純正強化は来シリーズのスプリーグへ向けて照準を合わせているので、ここでは迷いなくかけていく予定です。続いて3人目が音坂選手。音坂選手は戦力外となってしまい、今後プロスピで登場する機会がなさそうなので、かけていきます。メキシコで現役続行することが発表されていますので、頑張ってほしいところです。続いて4人目、5人目が楠本選手。低弾道の選手はスピリーグ予選ではあまり使いたくはないため、かけていきます。1人は現在レベリングの途中ではありますが、ファイナルミキサーまでには余裕を持って間に合うでしょう。皆さんのファイナルミキサーにかける予定の選手もぜひコメント欄の方で教えてください。ファイナルミキサーに関しては以上となります。ファイナルミキサーの仕組みやイメージはつかめたでしょうか。とりあえずレベルマックスの選手を5人用意さえしとけば何も問題はありませんので、深く考えすぎずに楽しみに待っていきましょう。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いては OB シリーズに関してです。個人的には今シリーズの OB はもう出ない可能性があると思っています。理由としては単純にコラボが多く、 OB が排出されすぎて出せる選手が少なくなってきているからです。実際に直近3年間の OB の排出量を見ていきましょう。まずは2019シリーズ、この年は合計6人の OB 選手が排出されており、特別な OB の選手は排出されていません。続
続いては2020シリーズ。この年は帯ちゃんで初めて特別な OB が輩出され、合わせると合計7人の OB 選手が輩出されています。今までは最大でも6人の輩出だったので異例の形となっています。そして2021シリーズ、今年はコラボが異常に多く、すでに7人の OB 選手が輩出されています。このまま OB 選手をあと1回輩出してしまうと、年々出す選手に新鮮味がなくなっていく気がするので、自分としては第5弾は登場しない可能性もあると予想しています。皆さん的にはどう思うかもぜひコメント欄の方で教えてください。続いては毎回恒例のイベント途中経過です。時間経過し7日3時現在、今のところ自然回復で進めており、得点はスタミナ回復を選択、 A ランク以上確定スカウトは3回引いている。自分のイベント進捗状況としてはご覧の通りとなっています。期間内にレベルアップを1回したため進みのペースは若干上がりました。進みの目安としたい方は参考にしてください。続いては大会報酬に関してです。配布が遅れており、いつ来るかに関しての質問が大量に来ていますが、これに関しては予想のしようがありません。強いて言うのであれば、ブロック大会への出場意思を持っている方は2月13日までにエントリーをお願いしますとの記載があるので、そこまでには調査が終わるでしょう。2月13日は日曜日となっていますので、翌日の14日月曜日もしくは10日の木曜日に配布されると思っています。気長に待っていきましょう。続いてグランドオープンまでに貯まるエナジー数に関してです。本日は2月7日となっており、グランドオープンの3月23日まで約1ヶ月半残されています。エナジーは基本的に1ヶ月1000エナジーペースで貯まると言われていますので、グランドオープンまでには約1500エナジー貯まるでしょう。毎日デイリーミッションをこなし、イベントの累計も自然回復で終わるものは全て自然回復でこなしていくのが1ヶ月1000エナジーペースで増やすための条件となっています。意識して残りの期間を過ごしていきましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も動画を上げる予定なので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。続いてはゴールド契約書が1枚だけあるので、こちらの方を引いていきたいと思います。まあこちらの方は毎度のごとく S ランクが出なかったら基本的には動画からカットしているので、この動画が流れているということは S ランクが出たということだと思います。さあ、まあ演出は渋めなので多分今回も厳しいでしょう。お疲れ様でした。